皆さんこんばんは。灯火に隠された白く空の博物館へようこそ。本日は幸せな星座水瓶座についてお届けします。太陽の通り道にある星座の一つ、水瓶座。この星座は少年が水瓶を持っている姿のイラストが多いのですが、これはギリシア神話に登場するガニューメーデースという少年の話から来ています。ガニューメーデース、彼は人間のうち最も見目麗しき少年でした。羊を放牧していたところをワシの姿をしたゼウスにさらわれます。その後天上でオリュンポスの神々にお酒を給仕する役を務めました。報酬として彼自身には永遠の若さと美しさを、父親には黄金のブドウ、神速の馬が与えられたと言われています。ゼウスの身勝手に振り回されているように感じられるこの話は、絵画や文学にもなっていて、ゲーテが書いた詩にシューベルトが曲をつけていたりもします。そんな水瓶座は秋の星座です。秋の星座の唯一の一等星フォーマルハウト、この星を持っている南の魚座に水を注いでいるように見えます。また隣には夏の星座ではありますが、少年をさらった獅子座がいます。しっかりと水瓶座の方を向いています。ギリシア神話だけ聞くと少し不憫な星座にも思えますが、実はこの星座、なんと幸運と名付けられた星を4つも持っているのです。アルファ星のサダルメリクは王様の幸運、ベータ星のサダルスードは幸運中の幸運、ガンマ星のサダルアクビアは秘密の幸運、イプシロン星のアルバリは飲むものの幸運。今回参考にした本には、水自体が貴重な資源であったからと書かれていました。そんな貴重な水を持っているガニューメーデースはきっと神々に大切に扱ってもらえているんでしょうね。しかし神話の中ではお酒を給仕しているので、水瓶の中にはもしかしたらお酒が入っているのかも。南の魚座が飲みすぎていなければいいのですが。さて本日の博物館はこれにて閉館です。それではどうぞ素敵な天体観測をお楽しみください。